クレバとナンバーアンダーラインアイの歴史的コラボ驚異のエネルギーが生んだ新たな音楽革命ファッションも広告も動かすクレバとナンバーアンダーラインアイの共演が巻き起こした大波乱クレバとナンバーアンダーラインアイの共演はその後も多くの話題を呼びました SNS 上ではファンたちの興奮が冷めることなく続いており 特に彼らのパフォーマンスの一部を切り取った動画や写真が数多くシェアされましたこれらの投稿には素晴らしいステージだったまたこの2組の共演が見たいといったコメントがあふれておりファンの間での期待感はますます高まっていましたこのコラボレーションが生まれた背景には音楽業界の新しい流れがありますかつてはソロアーティストとしての活動が中心だったクレバも 近年では他のアーティストとの共演を通じて新しい音楽の可能性を探る姿勢を見せています彼はインタビューで音楽は一人で作り上げるものではなく多くの人々と共有し共に作り上げるものだと語っていますこの考え方がナンバー・アンダーライン・アイとの共演を実現させた要因の一つと言えるでしょう一方ナンバー・アンダーライン・アイもまた デビュー以来その音楽性とパフォーマンス力で急速にファンを獲得してきました。彼らの音楽は若者を中心に幅広い世代に支持されており、その魅力は単なるアイドルグループの枠を超えています。彼らは自分たちの音楽を通じて、新しい価値観やメッセージを発信し続けており、今回のクレバとの共演もその一環と言えるでしょう。このように、彼らの音楽に対する姿勢や考え方が共鳴し合い、 今回の特別なステージが実現しましまたファンたちはこのコラボレーションがもたらす新しい音楽の可能性に胸を躍らせています実際ステージが終わった後も彼らのパフォーマンスの余韻は続いており多くのファンが彼らの音楽を再び聴き直すことでその魅力を再確認していますまたこのコラボレーションをきっかけに クレバとナンバー・アンダーライン・アイはさらに多くのプロジェクトを共同で進める計画を立てています彼らは今後音楽だけでなく映像作品やイベントなど多方面での活動を予定しておりファンたちにさらなる驚きと感動を提供することを目指しています彼らの次なるステージはどのようなものになるのかファンたちの期待は高まるばかりですクレバとナンバー・アンダーライン・アイはこれからも音楽の枠を超えて 新ししいい挑戦を続けていくことでしょうそしてその挑戦がどのような形で実を結ぶのか私たちは目を離すことができません今回の FNS 歌謡祭でのステージは単なる一夜の出来事ではなく彼らの音楽キャリアにおける重要な節目となりましたこの経験を糧にクレバとナンバーアンダーラインアイはさらに進化し続け多くのファンに感動を届けていくことでしょうそして その過程を見守り、共に喜びを分かち合うことができるファンたちにとっても、このコラボレーションは特別なものとなり続けます。私たちが目撃したクレバとナンバーアンダーラインアイの共演は、まさに音楽の魔法が生み出した奇跡の瞬間でした。この感動を忘れずに、これからも彼らの音楽を楽しみ続け、次なる驚きと感動を期待しましょう。 クレバとナンバー・アンダーライン・アイがどのような未来を切り開いていくのか、その行方を見守りながら、私たちもまた、新しい音楽の世界に足を踏み入れる準備をしていきましょう。クレバとナンバー・アンダーライン・アイの共演は、音楽業界においても大きな影響を与えました。彼らのステージがもたらしたエネルギーと創造性は、多くのアーティストやクリエイターに刺激を与え、新たなコラボレーションの可能性を模索するきっかけとなりました。 このような動きは、音楽業界全体の活性化にもつながり、今後の音楽シーンにおいても重要な転機となるでしょう。特に注目すべきは、彼らの共演が世代を超えた音楽の橋渡し役を果たした点です。クレバは、1990年代から2000年代にかけて日本のヒップホップシーンを牽引してきた存在であり、その影響力は今もなお強く残っています。一方、 ナンバーアンダーラインアイは新しい世代の代表として現代の音楽トレンドを反映したスタイルで多くの若者たちを魅了していますこの2つの異なる時代とスタイルが融合することで新しい音楽の形が生まれたのですこのような異色のコラボレーションが成功した背景には両者の音楽に対する真摯な姿勢とお互いをリスペクトする気持ちがありましたクレバは彼自身の音楽的なルーツを大切にしながらも 常に新しい挑戦を続けることで進化を遂げています。一方、ナンバーアンダーライン愛もまた、自分たちの個性を失うことなく、クレバとの共演を通じて新しい一面を見せました。ファンたちにとって、この共演は忘れられない思い出となりました。彼らはステージ上での一瞬一瞬を心に刻み、その感動を共有し合いました。SNS 上では、ファン同士の交流も活発になり、 お互いの感想や喜びを語りり、合う場ととなっています。これによりクレババナンンンーーアンダーライ,ンアイのファンコミュニティはさらに強固なものとなり新しいファン層の獲得にも成功しましたまたこの共演がもたらした影響は音楽業界の枠を超えて広がっています例えばファッション業界では彼らがステージで着用した衣装やアクセサリーが話題となり関連商品の売り上げが急増しました さらに広告業界でも彼らの影響力を生かしたキャンペーンが展開されるなど彼らの存在感はますます大きくなっていますクレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションはまさに音楽の可能性を広げるものであり彼ら自身もその成果を喜んでいることでしょう彼らはこの経験を通じてさらに多くのファンに音楽の楽しさを伝えることができると確信していますそして 彼らの次なる挑戦に対する期待は高まるばかりです。これからもクレバとナンバーアンダーライン愛は、音楽を通じて新しい価値を創造し続けることでしょう。彼らの活動を見守り、共に喜びを分かち合うファンたちは、その成長を応援し続けます。彼らの音楽がどのような未来を切り開いていくのか、その行方を見守りながら、私たちもまた新しい音楽の旅に出発しましょう。 そしてこの特別な共演をきっかけに音楽業界全体がさらなる進化を遂げることを願っていますクレバとナンバーアンダーラインアイが示したように音楽には無限の可能性がありその魅力を共有することで私たちはもっと豊かな世界を作り上げることができるのです今後も彼らの活動に注目し新しい音楽の波に乗り続けましょう 彼らの次なるステージがどのような形で実現するのか、私たちは胸を躍らせながらその瞬間を待ち続けます。クレバとナンバーアンダーライン愛が再び共演する日が来ることを期待しつつ、彼らが見せる新しい世界に期待を寄せています。そして、その時には、さらに多くのファンが彼らの音楽に魅了され、新しい感動と驚きを共有することでしょう。私たちは、 クレバとナンバーアンダーライン愛の未来を見守り、彼らと共に新しい音楽の旅を続けていきます。音楽の力を信じ、その魅力を存分に味わいながら、彼らの活動を応援し続けることで、私たちもまた音楽の一部となり、共に成長していくのです。音楽がつなぐ絆を大切にしながら、これからも彼らの音楽を楽しみ続けましょう。